きないわゆるミュージカルの舞台に関わったのが2008年のピーターパンのマイケル役が初めてでして、でその後5年後2013年に、ジョン役でまた戻って来させていただいて、で、その10年後に去年ですね2023年に、翻訳役して戻ってきたという感じで3度目でした。今日も見て歌える本読みとか聞いてやっぱ思うのはホーム感っていうか、あ帰ってきたよ感がやっぱりピーターパンに入ってるとあって、やっぱ2013年にピーターパン戻ってきた時にやっぱり13歳だったので、まあ、子役っていうか、まあ子供と大人のちょっと間にいる感じでちょっといろんなことも分かってきてみたいなところで戻ってきた時に、まあ、橋本淳さんがフック船長だったんですけど、で演出が桑原裕子さんだったんですけど、なんかすごく自由にお芝居をさせていただいて、なんかそこでまたその2008年に子役としてこれから頑張るぞっていうワクワクとはまた違った、こういう演劇の楽しみ方があるんだっていうワクワクをそこで感じさせてもらって、そうですね、去年の翻訳に関してで言うともう震えましたね。メールいただいた時はえぇ、って言ってピーターパンにって台本と歌詞書けるのってなって、ただもうセリフも入っちゃってるから歌詞も入っちゃってるから、それをどこかどうやってそれよりいいものを書きたいって、まあ、ちょっとおこがましいですけどっていう思いで、もうとにかく一生懸命分かってるからこその難しさを超えながら書いてったっていう感じですかね。とにかくその原作をまず自分なりに理解するっていうことが大事だと思っていて、オリジナルを書いた人もやっぱり日本語でこの作品を成立させてほしい、日本人の人にちゃんとこの作品を理解してほしいし面白いと思ってほしいって思ってるはずなので、日本語としての脚本、日本語としての歌詞としても成立するように書くっていうのがある種作詞家として英語で聞いたものを咀嚼して日本語でこうだったらいいな、日本語でこう聞こえたら素敵だろうなってことを考えながら作っていくっていうところをやっぱ大切にしています。ちょっとこう前衛的なっていうか、なんか新しいことをすごくやる方かなみたいな感じで多分見られてる方も多いと思うんですけど、実はすごく原作だったりその元が何なのかっていうところをすごく追求される方で、追求心が半端ない人だなっていう、おとき話だからとかミュージカルだからっていう片付け方を絶対しない、妥協なく突き詰めていくっていうところで言うと、本当に姉さんのそこの探求心、追求心だったりっていうのは稽古を見てて面白いところだなと思いますし、よりファンタジーがリアルにビビッドに 見て見せられていくっていうのがやっぱり今回のピーターパンのすごくある種新しいところだし、古き良きをリスペクトしたところだと思います。